1977年の車内駅と周囲約500メートル範囲。右下が北見江差し方面。北見新井岬の北側根元にある漁業を中心とする集落。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成車内駅は北海道江差市郡浜頓別町和町技内に、 かつて設置されていた日本国有鉄道高品北線の駅である。電報略号は矢名。高品北線の廃線に伴い、1985年7月1日に廃駅となった。所在地名より、アイヌ語に由来するが諸説ある。なお、アイヌ語における作業と作業の区別は曖昧であるため、いかかたかな表記は作業で統一する。廃止時点で、 短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。分岐器を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、豊か牛駅と同型の駅舎となっていた。駅舎は構内の東側に位置し、ホームに接していた。1977年の北見新井岬と周囲約1キロメートル範囲。 下が北見江差し方面。切り立った岬の先端を回り込んでくる列車の姿の美しさから道内のローカル線風景でも屈指の撮影ポイントとして知られていたが、一方で冬季高天時の運休の原因になるポイントでもあった。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2000年時点では駅舎が残存しており、 住宅に再利用されていた模様であった。2010年時点でも駅舎は残存しており、個人所有の倉庫に再利用されている。ホームなどは残っていない。個人所有物になっているため、中に入ることはできない。ありがとうございます。